マッチ3セット2ゲーム1 TNT 選手とアマテラ選手、まずはプリンセスの登場です。即ファイアボール。ここは TNT 選手ポカッ、あ、来ましたね。バレルに対してはメガガーゴイル。後ろからスケルトンを出しつつ、アイスピ1コスト1コストで超高回転の、おお、ゴブジャイ出てきましたね。来ましたね、ゴブジャイ。これさあ TNT 選手は多分プリンセスと、そしてフキアゴブリンも入っているような2つデッキですね。ゴブジャイスパーキー、ケンツネ選手も使っていた、こんなデッキです。そのままゴブジャイが走って、そのままタワーへ大きくダメージを奪いました。逆サイドのこのバレルにはうまくヤリゴブリンを合わせていきます。今スパーキーの処理も1コスのスケルトをうまく囲みましたね。丁寧でしたね。おっと、ここはキングタワーを吸っていきます。プリンセスはコウモリで処理。さあここまで見て戦いはいかがですか。そうですね、アマテラス選手のこのポイズンバンっていうところはちょっとこうゲーム1では見られない、デッキなんですけれども、ただこのゴブジャイスパーキーはやっぱり相手がザップ持ってない時なんかスパーキーは刺さりやすいですので、はい、そういった意味ではこのバレルをうまく避けながらスパーキーの形作っていきたいですね。左側ゴブジャイ、ここスパーキーをつけるかどうか悩ましいところですが、つけないとこのプリンスが暴れ放題です。ザップでここはゴブジャイのダメージに任せます。意外と痛いこのゴブジャイ。受けのスパーキーです。これもう1回1回転してゴブジャイ出せますかね。そうですね、ここスパーキーだけで前に行くような形になりましたかね。このバレルにはコウモリ、今回このアマテラス選手は相手のゴブリンバレルノーダメージで受ける術がないので、はい、ちょっとこう相手のプリンセスフキア、そしてバレルに翻弄されるような形になっています。右サイドゴブジャイメガゴ、ここはファイブを使わせた後に、はい、メガゴが生き残っているのいい形ですよ。さあこのスパーキーはスケルトンで受けていきます。そして右下バレルにはヤリゴブリン出していきますが、やはりバレルのダメージを抑えることはできません。スパーキーのダメージをプリンセスに当てていきますが、スパーキーこれ以上は生存できない。右下のタワー931をどう止めるか。スキアゴブリンにはうまくここはランマジャック、バレルにはメガワゴエル、一発だけで済みました。ゴブジャイ、この回れば回るほどやっぱりこのプリンセス、プリンス、フキアゴブリン、こう処理しにくいユニットがどんどん出てきますね。オープン状態のゴブジャイが走って、スパーキーがここはプリンスに一発入りました。このバレルにはメガガーゴイル、ヤリゴブリンでうまく処理しました。ファイアーボールが飛んでいきます。残り433。おー、止まりますね。フキアゴブリンのダメージが入りました。ランバージャックには2つのプリンセス、アイスピスケルトンで処理しまして、さらに回転してくるこのバレル、ファイアーボールで処理します。ここもあと少しでも削られるとファイアーボール圏内になりますので、もう無理やりスパーキー受け、プリンセス2体をスパーキーで処理。ここラストチャンスですね。もう1回バレルファイアーボールが飛んでくるでしょう。バレルファイアーボール、ゴブジャイを出すんですが、ここは一掃されてしまう。まずは TNT 選手の勝利となりました。それではデッキ変更タイムのスタートです。さてここでタイムアウトが入りました。ゲームウィズのタイムアウトです。今の試合枯渇というところでね、はい、まあ、本日ですとエクスボマスター選手も使っていた、同じデッキでしたね。プリンス入りかつ、ね、バレル、そしてプリンセス、フキアゴブリン、こうローリングットが使いたいカードっていうのがたくさん入っておりまして、はい、やはりこの1コス2枚が入ることでそれらがどんどん回ってくる、本当にこう厄介な、ね、あのデッキだと思いますね。一方のアマテラス選手のデッキ、はい、ゴブジャイスパーキー、これもまたかなり、強いデッキで、やっぱりローリングウッドを入れる選手が多いですので、はい、こうスパーキーがなかなか止まらない環境にあるといったところで、ジャイスパー、そしてゴブジャイスパーっていうのは本当に今評価されているデッキですね。ゴブジャイというのも今シーズン、まあ、終盤、まあ、現在ですと使われ始めているこのデッキです、はい、前回のバランス調整で体力が 6% アップしたので、まあ、その分こうタワーに届きやすくなりましたし、タンクとしての役割っていうのも果たすようになりました。
さあ準備が整いました。いきますよ、クラッシュロワイヤル。さあアマテラス選手 VS TNT 選手。動きません。お互い見合いましたね。このアマテラス選手のポイズンバンの意図っていうところが、うん、このゲーム2で見られるのか。アマテラス選手全く動きません。これまたね、TNT 選手から動きましたね。あ、やりゴブリン、これはですね、ゴブリン村、そして右サイドに工場バーバリアン、このあとがペッカデッキというやつですね。そうですね、 TNT 選手は、まあ、ジンギデッキといわれる工場バーバリアンを主体にして戦うデッキか、もしくはペッカデッキですね、うん、ザッピーの工場です。テンプレだとここエレミズなんですが、はい、まあ、工場バーバリアン主体のデッキの可能性もありますね。ここで小屋2個目。今回のポイズンバンっていうのは小屋デッキの席でしたね。うん、TNT 選手、エルイズとザッピどちらも入れているというところから、はい、まあ、ペッカも形作ってきますね。ペッカの形、ここでバーバリアンは1体ずつすぐに処理されてしまいます。ユーノを行きますよ。そのペッカがうまく壊して、どうですかこの交換というのは、はい、小屋をやはり生き残らせる方が。そうですね、アマテラス選手としては小屋をしっかり立てながら、多分もう1枚こうスケーラーか何か入ってると思うんですが、ここぞというタイミングを作るのがアマテラス選手序盤の戦い方です。はい、対する TNT 選手は相手の小屋を溜めないようにうまくプレッシャーをかけていきたいっていう、まあ、意図が見え隠れします。ザッピー固めだし、逆サイドに工場ババリアン、ここはまずは手前のバーバリアンから処理していきたい。ローリングッドでここはヤリゴブリン一掃、ユーノをチャージで合わせてバーバリアン処理、右サイドに形が作れました。ここでホバリングは痛いか、この小屋に一発二発とどんどんダメージを与えていきます。小屋を壊しました。そして2回目のザッピー、いやザッピーが非常にいい働きしてますね。後ろからのプレッシャーになりますし、さあマジックアーチャー後ろから、このマジックアーチャーいい働きしそうですね。巨大スケルトンと後ろから、ここはマジックアーチャーにはファイアボール、工場ババリアの突進は入りました。さあここはユーノがこれはと危ない、小屋に行くところをランバージャックで防ぎました。ただかなり今ので、そうですね、小屋は残ったんですが攻めの形作らせてもらえません。ザッピーが本当にいい働きをしています。右側工場ババリアのザッピー、トルネードで吸って少しのダメージを抑えつつ小屋に行くように誘導しました。ここはちょっとアマテラス選手からするときつい展開になり、さらに相手もそれを見越して、相手がきつい時にしっかり後ろから組み立ててエレキサを使っての攻め立てっていうところですね。ここはペッカ、このファイアボール意識してうまく広げてルイズを出しています。右サイド工場ババリアン、厳しいか、ここは突進ダメージが入ってメガガーゴイルへなんとか処理しようとしますが、後ろからザッピーです。これザッピーが後ろから来ていることで、工場バーバリアもメガゴだけでこうマックストークっていうのができないんですよね。両サイド厳しい状況、中央からホバリング4 TNT 選手、もう一回工場バーバリアンが飛んでくることでしょう。まずは後ろから形を作ります。これは痛いか。そうですね、小屋にダイレクトにホバリング4が入っていてちょっと削られてしまいました。右サイド攻めに行くんですけれども、ノックバック、さらにはここでザッピーホバリング砲のダメージです。左側が苦しい、ファイアーボールで削られてペッカが前に行きます。受け止める方法が巨大スケルトンのみ、ただ右サイド工場バーバリアンホバリング砲ファイアーボールでうまく処理していきます。ただバーバリアンは止めることができない、うまくランバージャックまで回しました。これかなりギリギリの防衛ですね。非常にうまいファイアーボールでしたが、この後受け切れるかどうか。残りは1分半を切りました。中央にはここはババ小屋、ファイアーボールで削っていきます。次のファイアーボールですね。そうですね、次のファイボールで終わりです。
攻めるしかないアマテラス選手。ここで無理やりでも形を作らないと2つビジョンが見えません。ただここホバリング砲が非常に苦しい状況。ファイヤーボールでフィニッシュとなりました。 TNT 選手の勝利となりました。相変わらずの強さ、落ち着きありました TNT 選手。さあどうぞ。やはりお互い見合う状況からのスタート。ちょっと相手のこうデッキが分かるまではあまり大きく動きたくないっていうのはありますよね。さあローリングと、そして低めの位置からローリングバーバリアン。ここまあ2コストで使えるユニットですので、相手の様子を見るっていう意味でもローリングバーバリアン使っていけます。工場バーバリアンにはプリンス。今回 TNT 選手のジャイデッキがちょっと警戒すべきデッキですかね。おお、バーバリアン、バーバリアン地上攻め、すごいですね。バーバリアンだらけです。やはり今の、おっとここさらにババ小屋。ただここババ小屋に突撃ダメージ入ってしまったので、はい、少し手痛いこうダメージになりましたかね。シュン選手のデッキすごいですね。バーバリアン4種類入ってます。アンバージャック入ってたらどうしましょう。どうでしょうかね。やっぱり今の、環境だと U の工場バーバリアン、そして、ゴーストといった、結構こう陸域を枯渇させるようなデッキっていうのが多いですので、はい、絶対に陸域が枯渇しないような、組み合わせのデッキになってます。さあここすごいですね。ローリングバーバリアンで、まずはバーバリアンでターゲットを取りつつ先導にしてさらにこう工場バーバリアンを刺していくような攻め方。この防衛もうまい。さてここからどう受けていくか。ジャイアントと後ろにハンター、シュン選手ここバーバリアン足していきますが、さあどうでしょう。ローリングってもクリティカルに入りますよ。ジャイアントの一発が入るか。少しダメージを受けてしまいます。そしてハンターのダメージでバーバリアンが処理されて一発入ります。受けていきますね。ここ受けてエリアドをその分小屋に回して、しっかり自分の攻めれる形っていうのを作っていこうっていう。エリクサーバイタイムからはかなりねこういった小屋も建てやすくなります。ただやっぱりジャイアントを回されて、はい、さらにこうポイズンを打たれてっていうところで、逆サイド工場バーバリアンには縦の選手で受けていきます。ここは入りにくいですね。そしてローリングバーバリアンを使いつつ、さあここからカウンターに仕掛けていこうとする、そんな状況ではありました。さあ後ろからバーバリアン両サイド出し、ここちょっとどこに小屋出すか難しいところですね。ファイヤーボールで削りつつ、ここジャイ形作ってきますよ。インドラでメガゴを処理して、そしてここでガゴブレです。左側、ここはポイズンが綺麗に入っていきます。いいですね。ザップ使った後の初見のガゴ群れを出すことによって相手にプレッシャー、素晴らしい、はい、工場バーバリアのダメージが入りました。ここは大きくダメージリードを奪いました。さらにここ相手にポイズン使わせた後なので、はい、また小屋がまるっと残っていきます。この後の攻めでババ小屋がそのまま残れば、シュン選手のリードのままここは進んでいくでしょう。ローリングバーバリアン後ろからザップで止めていきました。左サイドジャイアントとプリンスの形、後ろからインフェルノドラゴンを出していくシュン選手、中央出しのハンターを出していくのが TNT 選手、右サイド工場バーバリアンにここはガゴ群れ。さあガゴ群れはここはポイズンで処理されますが、工場バーバリアンのダメージでここも線あたりに抑えていきます。一方で中央ジャイアントのダメージで小屋がまずは壊れていきます。ただここからのカウンターです。地上の攻めが熱い。バーバリアン4体、右にはバーバリアン2体、ファイヤーボールと合わせてインフェルノドラゴンの、ターゲットハンターが奪っていきます。ファイボザップでちゃんとユニット飛ばしているのと、タワーダメージ確実に奪っているので、ここは小屋を使いながらしっかり守って相手にエリクサ使わせていきたいところです。工場バーバリアンの後ろにバーバリアン、さあまさにこうバーバリアンの群れとガゴ群れが右サイド左サイドに襲ってくる状況。今プリンスの突撃ダメがババ小屋に入ったの大きいですね、はい、ここは右サイドジャイアント、後ろからプリンス、ここにはすぐさまバーバリアン、左サイドはどうでしょう。バーバリアンの1発2発3発目は入らず、ここはターゲット縦の選手が奪っていきます。そして工場バーバリアンハンターで抑えていきます。ファイヤーボール残りは72、ザップではギリギリ届かない範囲ですね。
ローリングトレなんとかバーバリアンを処理して、右サイドジャイアントを出していきますが、左にバーバリアン2体が流れていきます。そして右サイドもう一回バーバリアン、ここさえ守りきれればファイアーボールでフィニッシュです。ファイアーボールまで回るか、丁寧に防衛を仕掛けていきます。ハンターの目の前にダゴムリが抑えられてしまいますが、ファイアーボールを入れてバーバリアンデッキでうまく TNT 選手を下しました。勝利者がシュン選手です。いや、どうするさんいかがでした。そうですね、ここでまた全然見たことのない